お疲れ様です。今日はこちら小屋小屋デッキやっていきます。さあ久々にちょっとね使われない小屋をやっていこうかなと思います。でオーブンとゴブ小屋でやっていくんですけど、まあババ小屋だっていいんですが、まあ正直どれでもいいか。ぶっちゃけなんか変わんないですね。今のクラロワで115種類ぐらいあって、まあ、ほんとトップ5を占めるんじゃないですか、この3枚でっていうぐらいね、小屋が弱い時代が来ちゃいましたね。はい。昔はなんかみんなね、施設建てましょうよみたいな時もあったんですけど、はい。そんな時代がまた来ればなと。まあ、進化待ちですね、はい。進化来れば何かが変わるでしょうと、まあ、言ったところなんですが、まあ、とりま置いていきますか。まあ、今回相手がプリンセスタワーなのは救いです。はい。もう相手がね、ダガーガールとか、まあ、それこそブラスターとかだった場合に、まあ、特にこのオーブンですね、無能になります。はい。マイスピタワーまで届かないんで、4コス捨てるだけみたいになっちゃうんで、なんかいんな、俺。ラムライダーとか。やばい。間に合わない。間に合わないんですけど、これカウンターちょっと熱いです。はい。まあなんで、相手のタワーがプリンセスタワーなだけ幸せではありますね、はい。結構きつそうな。結構事故りそうではあるが、うい。相手のね、雑攻めが、さあ、美味しかったか。で、まあ今回は、なんか、小屋小屋系って火力がね、ないんですよ。まあ、オーブンもですし、ゴブリンの小屋も。で、なんか守れないかなと思ってブラスターにしました。はい、火力枠ですね。対ロイジャイやジャイとか、まあそういう、まあ、ゴレエレジャイとか、そういうのを止めやすくするようにブラスターにして、また範囲攻撃をね、マシマシにしましたね。はい、マザネクボンバー、まあ、あとアッチャか。なんか進化枠、小屋と合うのがなくてですね。仕方なく選んだのがアーチャーボンバーですね。本当はなんか小屋デッキと言ったらさ、まあ、ホバリング砲とか、まあなんかそういうの入れたくなってくるんですけど、なんかホバマザニクとかにするとね、もう進化枠余っちゃって、そう、なんか、さすがに進化なしはね、もったいないよなっていうので、進化を持ってきはしたんですけど、うん。まあ、アッチャーボン。僕は思いつかなかったな。まあ今回ちょっとあえてクエイコグっぽいな。小屋いらないっすね、正直。足前でホグ誘導に使うぐらいかな。後ろに立ててもね、グレーク打たれるだけだと思うんですよ。はい。まあまあは、生贄にしてね、鳥も進化回します。いや、マジでどうしよう、これ。マジやばい。いや、グレーク打たれるだけなんだよな。やなめ雑に割いてロケ砲の今度も嫌だしな。一回置いちゃうか。さあまあまあまあ耐えかな。1枚タイム結局マイティボコボコにされると思うんで、まあ耐えて進化アーチャーと進化ボンバーのサイクルになってからが本番かな。それまでちょっと小屋はお休みか。いやマジかわいそうすぎんな。これこういうとこかな。ちょっとだるくない相手してん。そんなことないか。そんなことなさそうだな。まあ、ボムを使わせましたよ。まあ、ロケ砲。やなめはあるが。まあ、こっからね。進化アイスピーなの。ボムタワーだったんでね、進化テスラじゃないっていう嬉しいお知らせもある。これ届かないんだ。マジかよ。なんかマイティをしばけそう。いや結構熱いくねこの形。事故って豚になって熱い。飛べばもっと熱い。あーそっちじゃないがボンバーでちょっとだけ稼ぐ。いや8枚目が行ってもいい流れではあったが、ダメージでかすぎる。許容してカウンターを優先したっていい。これも結構カチカチですけどね。いやめっちゃいいねそのマイティは。それやばいな。豚になれ。豚になれ。何でもいいから。熱い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 よしね、小屋小屋といえばマザネクなんでね、オッケー。ちょっと怖いですよ。マイティのリセットとかないんで、ゴリ押すしかないんですけど。いや、豚熱いな。なんかマザーネグロってなんかどの環境も最強にはなれないんですけど、どの環境でもね、ちょっと強い立ち位置にいるんですよね。たまに来るね、マザーネグロに結構破壊されることあるんだよな。まあここ最近だとね、ペッカー、またロイジャインとかにもね、ちょいちょい使われてるから、まあ、ペッカーでよく使われてた気がしますね。はい。まあだからこれエリゴルだけマジ勘弁してほしくですがね。マジエリゴレの匂いがしてる。じゃあいいや。まあ変わんないけど。やばい。この、メガナイトが下手すぎる。いや、ここの槍ゴブリン優秀。マーマンが、豚、おつくね。まあ矢でいかれるが。まあいいでしょう。これ禁忌されないんじゃない？逆サイのダガーが働きそう。いいね。しかもだが寝てる。もう一発？おお。そんなトリトンくんの？いや、いいね。ちょっとバルーンに強いんだよね。ブラスターがね。しかも残り400。ジャイバルーン。ジャイバルーンか。ジャイバルーンね、なるほどね。まあまあまあ、まあ、メガナイトで踏むだけ。え、やりゴム意外と強くね。250も削ったよ。前までそんな削ったっけ。やりゴムやりすぎ、行きすぎ。さあ、あとはブラスターが何でもやってくれる。なんか出そうだな。意外と真ん中誘導できるっていう部分では、まあ施設として優秀か。よいしょ。いや、めっちゃいいトリトンすぎないで。一本折りました。まああと守るだけなんで、アーチャーが働けば。いや、これね、まあ小屋に呼んで、いや、このゴブ小屋俺ちょっと優秀ですか。さあ、おじいじいですね。いや、なんかこういう相手はね、結構、まあ、小屋が2個あるんで守りやすいですね。でけえ。今んとこ地味に活躍してんな、ゴブ小屋。まあオーブンよりゴブ小屋の方が、最近だとね、ダガーガール、あとはブラスターか、そこに対しては働けるかな。オーブンマジで無能なんでね。最近のタワー環境だとね、ゴブ小屋の方が安定はしそう。さあ、プリンセスタワー、幸せです。幸せです。まあまあ、マザネクでもよかったけど、ディガーコウモリか。まあ、迫撃砲、メガナイトオールブレイカーの未来があんのかな。いや、優秀、ゴブ小屋。しかもこの小屋ちょっとうざいっていう。あ、これ近畿できるくね。熱い小屋が壊されはしたんですけど、キング軌道に価値ありすぎます。相手ディガーね。いや、マジ MK っすね。いや、これ本当はオーブン延命したいですけど、まああんまり空気使っちゃうとね、怖いよな。相手これ言うのあるんだよな。1倍耐えますか。お互いメガナイトだと思うんで。やばい、これオールブレイカーやばい。たまたまキング一発。まあまあまあ許せます。あれ、いや、これコウモリ待ったら来そう。熱すぎる。これ止まんねえんだな多分。ナイス。さあちょっと待ったのよかったなマザネク。相手 MK メガナイト対決ではある。呪文がまあ基本的にはザップかヤナメだけかみたいな感じが多いんで、1倍耐えれば強い。あとはこの正面こんにちはオーブン正面。あーちょっと痛いか、痛いね。いやでも小屋がね相手視点地味にうざいと思うんですよ今回のネタ。ポイズンとかないんでね。わあ怖いねこれ。やばい当たってない。いや待って優秀すぎるそれ。こんにちはオーブンさっきから毎回生贄役なんだよな。うわ耐えたー。多分耐えてくれ。まあ、時間的にもみたいな。うわナイス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 。いやちょっといいな。まあ陸毛ないんでね俺これボンバーをスケとかにすれば、まあ、ベッカとかには戦いやすくなるかなとは思うんですけど、火力がねそれ攻めれねえなと思って進化モンにしてんで、陸行きが意外と五分小屋だよりみたいなとこはあるくらい。ザップでいいよこれ。ポイズンじゃなかったら五分がうざいかんな。グッドゲーム。バルキリーザップかファルチェバルーンとかかな一番可能性として濃いのは。いないけどファルチェ墓石あラバか。うわラバどうだろうな。えでかい。え入ってねえんだ。いやラバな。ボイドザップかアーチャーマザネクでしょ俺。インドラやだな。無駄になる。痛い。傷つけられんのやだな。なんかいい感じに攻めなきゃまずい気もしてます。まあ攻めちゃってもいいかもね。でかい。最悪ヤナミいらない。いや打つか。いやいいねしかもこの声でちょっとダメージも与えられます。オーブンもう4コストで置いちゃういやちょっとうざいし相手これ。いやインドラを咲かせましたってことは今メガナイト強いタイミングですね。まあ進化バルキリーがいるけどまあゆっくりでもいいか。耐えです。怖いマジよく守ってる。ブブ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 タちゃん君にかかっている。いやーメガネのところ一回無理かよ。295ですって言ってもいいと思ったけどな。そのボイド嫌なんだよな。いやこれうざいっしょ言ったら。正直バルキリーさえ割いてくれたらな。進化バルキリー届かなそう。いや毎日してマザネクうざい。いや一生ねペース握っとかないとねこれやばいっすよね。ヤナアメ削りなんてものもあります。ちょっと遠いけど。オッケー。ブラスター強いぞ、耐えてるぞ。いや本命は右ではあるんですけど、左を攻めておくのも意外と良かったり意外と良かったりね。さあムートがおいナイス、怖いラバか。いや良かった、ボイドザップで良かった。柳雨じゃなかったな、救い必要ね。さあ頑張れてる、こやこや頑張れてるぞおい。一旦相手のデッキをね、さあゴブリン、まあホグだったりドリルだったりロイジャイなんて可能性も出てきましたね。お願い早く壊して、やめて触れんな、痛い。おおアーチャー、いやなんか珍しいな今んとこ。アチャゴブフェニックスかあーなんだこれ、まあ、モンクロイシャイかな、ロイシャイっぽいな。ちょっとめんどいっすよねこれだけで、痛いもんな正直。いやー1倍2倍、いやーどっちがいいんだろう。ファイボータルバもね、削れ削れ削れ、今入ったなってことはこのファイス今入るってことね。うわー惜しい。いやー後半のモンクロイフェニーに生きて帰れるかどうかっすね。まあゴブリンならちょっと相手陸行きが薄くなるというか回転が落ちるんでちょっと嬉しい話か。あボンで射抜いてもいいけどな、固まんないっしょどうせ、これで固まるぐらい。よしまあこれでさあ小屋が残るだけで価値があると。ロイジャイ完封ね結構不可能なんだね俺。なんか勝ってんな、勝手にダメージ勝手にダメージ勝ってんな。キンガーちゃんも頑張ってるよ。いやなんか勝てそうだな一生こんねちねちやってきゃ勝てんのかな俺。やばい。いやでも相手もねファイアボ削りが強いことに気づいたかもね。ゴブリン的な、これ勝ったら熱い、マジで熱い。いいよ流れが来てる。ゴブリンボンバーやばすぎる。いやーこれムートの方が良かったけど、おい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 、小屋置いとくだけ相手気づいたら負けてんぞ。いやこれがでも本来の小屋小屋ですよ小屋置いてるだけで相手はずっと対応しないといけなくてね、やりたいことできずに気づいたら負けてるっていう絶望のこやこやね。今のは気持ちいい勝ち方ね。さあ今回でブラスターねってことはオーブンはねもう届かないんで、まあ、五分小屋は積極的に置いていこうぐらいかな。まあボンバーもこれ気づいたらさよならなんでね。おお悪撃ね早いって防衛の顔が。まあ最近流行ってるね、迫撃プラスのスケキンさ、ギャングで、まあムーとかプリンスが入ってるみたいなデッキかな。最近ものすごい流行ってますね、これ。もうこればっかだ。スケドラとかもいるんだよな。これ踏むだけ強そうだもん。このやりゴブが頑張れそう。頑張って。やりゴブが頑張れ。やりゴブが頑張ってくれないと苦しい。やれ。あー、強それ。いや、オーブン無能なのちょっと萎えるな。タワーに届かないって何？これ。一発？ああ、おいしい。これ対応してくれるのもおいしいね。どうせ届かないんで。相手穴埋めあったか。やばい、これで。俺がもう一枚割くのが馬鹿らしいか。全然あいつ入ってこん。まあ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 。無駄になれ。オーケー。いや、これ後半強いぞ、俺。マザネク。相手視線きついと思うんですけど。これきついぞ。ね。ヤナメはまあ打ったなくても折れそうね。まあ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 よ、まあまあ時代は助けてください。これどうしよう。いや生きて帰れる。やばい、待って、これあえ竹が熱い。生きてる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 。ちょ、声まして頑張ってくれ。うわ、でけえ。耐えました。怖っ。いや、でもこれ環境デッキっすよ。もう環境ナンバー1迫撃もじゃもじゃデッキにちょっとだけ相性取れてそうな。マザネクが有能すぎる。いいね、一枚取りま耐えればね。ああ、今回の相手幸せね。プリンセスタワーなんでオーブンもゴブ小屋も働くよ。ペッカかな。ペッカっぽいな。うわ、いいファイボだ。まあファイボイコールロイジャイになっちゃうっすね。うわ、ロイジャイだ。ロイジャイまずいっすよね。トリトンに勝てないんですよ、どのユニットも。いや、1倍で決めちゃいたい気持ちもね、ちょっとだけあるが。悩ましいね。いや、まあ、このプレッシャーちょっとうざそうなんだよね。やばい、その。嫌なタイミングで来ちゃった。やばい。なんかよくね、あ、でもあ、でもでもあ、届いて、これ2発届いてほしい。じゃないとさっきのダメージが許される。ちょっとでかいか、ちょっとだけね。一本折れたらどうだろうな。無理ゲーすぎる、これ。いや、終わったか、これ。いや、これ2倍タイム最悪すぎる。いやー、まあ 1-1？許されんの。11かー、まずいか。でもロイジャーがね止まんねえんだ。マジできつい。吐きそう。助け同士。マジきつい。絶対 1-0 で勝たなきゃいけないや。絶対来るや。マジだな。いやー、激しそう。これやばい。全然止まんない。こいつが止まんねえからさ、ブラスターにしたのに止まんねえよ。意味ねえじゃねえか。全然止まんねえよ。フェニックスもきちいよ。ゴーストもきちいよ。あー無理です。これがもう欠点すぎるか。難しいね。なんか進化があればな、小屋に。え、なんかちょっと強そうなの来た。モーター。マジアチャです。一応迫撃でもやりごぶあったけど、はい、まあこれも最近流行りのトレンドドリルですね。まあどうだろうな、1倍2倍、難しいな。キング起動されたら負けだと思った方がいいっす。なんかめっちゃ積極的だな。豚熱い。あーい、キング起動できないよ。でもトレーン使ったか。さあどうだろうな。2倍タイムの高回転マジアチャが結構ハゲそうなんで、俺1倍タイムの方が戦いやすい気はしてたんですけど。まあまあゆっくりいきますか。小屋はね、これ壊されたくないよ。ミスってるくね。え、なんかこっちそうじゃね。いや、ボンバイ抜けんのかよ。なんかマザーネックにかかってる。ありそう。相手がミスってる。いや、しかもマジでこれ逆サイなのでかすぎんな。何逆サイなんや。いやーこれちょっとうざいよ、溜まってくるコアが。正直これ柳雨削りみたいなとこあるな。いやでかいそれ、柳雨削り。いやーちょっときついんだよね。でもでかいでかい、柳村ダルシ93、守る方が優先か。モンボ、うおいメガナイトがジャンプするんです。あとえでかっ環境デッキにちょっと勝てる説があるか。まあロイには勝てなかったんですけど、いいね。小屋小屋で勝てんの幸せだな。さあオーブンは無能です。ロイジャイやめてほしいな。いやこれ迫撃砲結構濃いっすよこれやばっ、えぐいな、立ち回り。なんだこれ。開幕5秒で防衛反撃するゲームになってますよ。めちゃめちゃ守るね。まあこれもさっきやったんで、2倍タイムから頑張りたいな、3倍。ひとまず適当に耐えて。ここちょっと暑いですけどね、ムートもいなくて自陣で受けれて、まあ、マサネカ遅れて出した方がいいかな。やめて、やばい、これ殴られたらちょっと穴目で飛びそうになるんだよな。穴目打たないでいっか。まあ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 後半絶対俺らが強いんだねマジやばすぎる戦い方。クロスでいいやん。まあ防衛も強いんですけどね、攻めからやっぱ流れを作るデッキですから、迫撃砲は。はいはいはい、まあ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 いいですよ。一応この次進化迫撃なんで、なんか進化迫撃の時だけ攻めで来るみたいな、よくあるよね。ソウルコールを使ってこない、偉いな。そう今柳雨使わしたんで、やばい、いやーちょっと強っ。おい、まあこっからやね私はいっぱい置いて、でかい。もうこれでいい。削りは。いやなんかゴブ小屋とオーブンがさ、ちょっとだけ範囲攻撃というか、まあ、小物に対して優秀なんで、このブラスターの弱点を救ってくれてるみたいな。痛い。いやもうそれ飽きた。防衛破撃。この豚で削りたい。よし。相手も飽きてんだろうなこの試合。これディガー分負けちゃうんだよな、こっから。まあ勝っちゃったっすけどネチネチ大戦争勝利。いや削れなさすぎるだろお互いいやまあ進化ボンで射抜けたのがでかかったからさ、環境の流行ってるデッキにはちょっと強いでした。強いでした。日本語がもう麻痺してる。というわけで環境やってるね、迫撃やまあドリルにも戦いましたんで、ちょっとこのアチャボン進化のね、はい、現環境型小屋からも皆さん、ぜひ使ってみてください。ちゃんと効果もお知らせで押してもらったり。